うまく流れが良くなると首から腰から、膝足の流れが良くなります、反対側もやっていきますね。ゆっくり無理なく張っていきます。はい、これだいぶ腰が伸びましたね。今度はツボをしていきますね。足のツボですね。女性の方、冷えのツボですね。ちょっと痛いお客様もいらっしゃいますので、力を加減してやっていきます。くるぶしから指4本、内側が3インコ、外側が腱鞘ですね。少しずつずらして、足のほぐしていきます。前肩甲骨筋に沿ってほぐしています。今膝の下に来ました。膝の周りを、優しく、膝の、お皿の部分ですねを優しく指先でほぐしてます。で、この前肩骨の際に沿って、体重を乗せて上から圧を加えます。反対側も行います。掴んで、少し上下に揺すります。掴んで圧を加えて上下に揺すります。膝のお皿の周りを優しくほぐします。ここに膝の上にもツボがありますね。そこも少し刺激しますね。指3本ですね。指お皿の幅、お皿の結界と両足、ね、内側が 3.5 本、外が3本、内側が結界、その辺に陰陵線、陽陵線、足の三陵、骨の際に指が入るような感じで上から圧をかけています、はい、次に、膝を上げてもらいます、はい、で倒します。無理なく倒しますね。で、こちら側が、骨盤ですね。骨盤の上部の骨を持ちまして、こちら側膝の内側を持ちまして、少しストレッチしていきます。大丈夫ですか？痛くないですか？大丈夫です。骨盤の上部は腸骨ですね。でちょっと膝の、自分の足の上に膝を乗せまして、今からこの骨盤のここに、骨盤がありますが、腸骨ですねの、この際をほぐしていきます。腰痛の方は割とここをほぐすと、痛いとおっしゃるお客様が多いですね。でここがほぐれますと結構腰痛が改善される場合がありますね。それで痛くない範囲でほぐしていきます。ここは大腰筋、小腰筋、腸骨筋などがありますね。あと腹筋が、腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋などがあります。腰痛でいらっしゃったお客様で、この部分を念入りにほぐしましたところ、腰痛が改善されたというお客様もいらっしゃいます。最初はとても痛がっていらっしゃったんですが、時間かけて、
丁寧にほぐしましたところ、腰痛が改善されたお客様がいらっしゃいます。